国立環境研究所研究担当理事の森口でございます。本日はご対応の中、大変多くの方々に最後までご参加いただき、誠にありがとうございました。また、ご登壇者におかれましては本、本シンポジウムに多大なご協力いただき、厚く御礼申し上げます。本日、ご参加の皆様にはもうそまでもないことですが、気候変動の影響は自然災害、農業などさまざまな分野において現れ始めており、 今後のさらなる増大が予測されております原因となる温室効果ガス削減のための緩和削減の取り組みを実施したとしてもある程度の気温上昇など気候変動は避けられずこれに伴う影響の深刻化や新たな影響の出現が危惧されていますこのため緩和策に加えて影響を軽減するための適応策への取り組みがますます重要となっております このような状況の中私ども国立環境研究所では気候変動適用法の施行に伴い2018年12月に気候変動適用センターを設立いたしました当センターでは気候変動影響適用に関する情報の収集整理分析そして調査研究を推進することによって地方公共団体における適用計画の策定や実施 また事業者や個人を含む各主体による適用に関する取り組みに貢献することをミッションとして掲げており活動を進めているところでございます。本日は当センターにおける取り組みの一環といたしまして環境省との共催により第4回民間事業者による気候変動適用推進シンポジウム TCFD における物理リスクの取り組みに向けてという副題をつけさせていただいておりますけれどもこのシンポジウムを開催させていただきました。 今回も新型コロナの影響を受け、オンラインのシンポジウムとなりましたけれども、大変多くの方にお申し込みをいただき、当初の定員200名から500名への拡大しての開催となりました。本日の発表でもございましたように、気候変動による影響は、民間事業者の事業活動にもさまざまな影響が生じております。こののよううなな状況の中 TCFD ど気候変動に伴うリスク あるいは機械を考慮した民間事業者からの情報開示の機運は高まりつつあります。そこで本シンポジウムでは TCFD における物理的リスクをテーマとして開催する運びとなりました。プログラムの第1部では最新の機構や将来影響に関する科学的知見を第2部では TCFD に関連する各省の取り組み動向をご紹介いただきました。 皆様の適用に関する取り組みに際しまして、ぜひご活用いただけましたら幸いです。そして第3部では各企業に TCFD への実際の取り組みについてご紹介いただきました。少しあのキーワードを拾わせていただきたいと思います。キリングループの藤原様には TCFD 以前のリスク認識やシナリオ分析開示の進捗などにも触れていただいた上で農産物の収量減、水ストレスなどの物理的リスクの把握。 そしてさまざまな課題への対応戦略、さらには事業機会についてもご紹介いただきました。次いで JR 東日本の葛西様には、2019年の被害経験を踏まえ、リスクとしては風水害による施設設備の損害、運休の発生を中心とされ、長期のシノリオ分析では将来の人口動態に基づく旅客収入の試算に自然災害による物理的リスクの試算を加えた分析を行われたこと。 さらに、こう浸水リスクに関する適用の取り組み事例についてもご紹介いただきました。そして、三井住友フィナンシャルグループの武田様には、物理的,物理的リスクだけではなく、利口リスクも含め、シナリオ分析についてご紹介いただき、気候変動への影響の大きい業種の分析や、ネットゼロ達成に向けたエンゲージメントなども含め、大手銀行グループとしての先進的な取り組みをご紹介いただきました。 また、TCFD への取り組みに関する経営幹部への意識づけ、社内関連部署とどのように協力して TCFD に取り組んだのか、どのように関係者をモチベートしていったのかといったご質問について、各社から率直なお答えをいただいたところでございます。我々としましても非常に貴重なお話を聞くことができましたとともに、皆様の適用に関する取り組みを少しでも後押しできるものとなりましたら、幸いと考えております。 本日も紹介いたしましたように、国立環境部研究所では、地方公共団体や事業者、個人の皆様に気候変動の影響、適応に関する科学的知見等の情報を発信するために、気候変動適応情報プラットフォーム、通称 A プラットと呼ばれるウェブサイトを運営しております。この A プラットには事業者向けのサイトも公開しており、企業の取り組みも複数掲載させていただいております。 また、TCFD への活用を想定した科学的知見の情報発信についても取り組んでおりますので、ぜひご覧いただければ幸いでございます。今後も情報の収集、整理、分析、そして研究活動を通じて、皆様との情報共有ができますよう、プラットの充実を進めてまいります。本日、ご参加の皆様からも、ぜひご意見、ご要望をお寄せいただければ幸いでございます。予定の時,時刻あ、だいぶ懲戒いたしましてあの、大変失礼いたしました。 以上をもちまして、閉会のご挨拶に会えさせていただきます、えー。本日は誠にありがとうございました。